放送局鉄道動画コレクション。はい、皆様こんにちは、こちらです。はい、ちょっと冒頭ね、聞き取りづらくて申し訳なかったです。ちょっとこの日はいつものボイスレコーダーを面倒くさくてつけなかったんで、はい、というわけで、今回は鉄道の大物に行ってきたということで、鉄道系のね大物 YouTuber さんになるにはこの駅に行けというようなね感じのうってつけのね駅があるので、その駅に行ってみました。はい、正面にね、マックスバリューイオンのねマックスバリュー見えてますけれども、ここね実は駅の中にマックスバリューがあるっていう感じなんですけれども、はい、というわけで高架の線路が見えてきました。阪神電車ですねが通過していきましたけれども、はい、ちょっと進んでいきたいと思います。阪神ライディングスクールかな、バイクのね教習所があったりしますけれども、はい、そんな感じでイオンのマックスバリューがねあるんですけど、またね線路を越えてももう一個線路が見えるというわけで、こんな感じでここの駅線路がね2つに分かれる駅となっております。はい、こんな感じですね。というわけで阪神で2つの線路がね分岐する駅、そして大物といえばねピンとくる方はねすぐわかるかなと思うんですけれども、はい、また通過列車ですかね。はい、こんな感じでひっきりやすいね列車が通過する駅、はい、また来ましたね。今度止まった列車ですね。はい、また今度もう列車、また感じが違いますけども、これも阪神電車ですね。こんな感じで右へ左へね列車が通過していったり止まって走っていったりね、するような駅に来たんですけれども、ここは何駅でしょうかというわけで、早速ね駅の方に向かっていきたいと思います。はい、マックスバリューの方へ降りていきます。マックスバリューね、横をちょっと、進むと駅の看板が見えてまいりました。というわけで今回行ったのは阪神電車の大物駅ではなくて大本駅ですね。はい、阪神の大本駅に行ってきました。本当に駅の中にマックスバリューがあるんですけれども、はい、こんな感じで高架の、上の方に高架の駅なんでねエスカレーター上がって、改札の方に向かっていきたいと思います。はい、というわけでエスカレーター上がったらすぐに改札口ですね。この駅は、普通列車がしか止まらない駅、まあ、阪神難波線は19分止まりますけど、阪神急とかね、の駅としては列車本数が止まるのが多いですね。はい、こんな感じでご案内が結構止まる列車が多いというか線路が多いからね、路線がね、なのでちょっとね、他の普通列車しか止まらない駅よりは、なんか表示が複雑になってるっていう感じかな。はい、こんな感じで、二股に、ね、分かれるところにちょうど駅があるので駅も広めとなっております。というわけでホームの方に上がっていきたいと思います。エスカレーターを上がったらすぐにホームがあるんですけれども、今回は2番3番乗り場の方へ上がっていきました。もう何やら列車の音が聞こえますけれども、近鉄電車ですかね、近鉄電車が発車していきました。この駅阪神難波線と阪神の本線が、ね、分岐する駅で、阪神難波線の方は近鉄電車も、ね、結構来るので、近鉄の車両と阪神の車両、両方楽しめます。はい、大物駅です。早速、ね、通過列車がまた来ました。通過列車見ていきたいと思います。撮影されている方もいらっしゃいますね。というわけで直通特急が通過していきましたけれども、というわけでね先ほど近鉄電車とかね、阪神電車とかがね来るよって言いましたけれども、忘れてはいけない山陽電車もやってきます。山陽電車直通特急としてね、やっていきますけれども、というわけで、ホームの、ね、先端の方へ向かっていきたいと思います。
大物駅は、阪神の、ね、本線側は普通列車しか止まらない駅で、以前準急が走っていた時も準急止まらない駅だったので、阪神の本線側は4両編成対応となっています。に対して阪神難波線の方は近鉄電車の、ね、長い車両の6両編成が停車するので、こちらは6両対応ホームとなっております。この部分は、右側の阪神本線用のところは列車が止まらないんですけれども、一応ホームは延長されていますね。天ヶ崎側の先端部分にやってきましたけれども、ここから阪神の天ヶ崎の車庫が見えます。入線メロディーがかかりましたね。まもなく2番線に各駅停車高速神戸行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の丸印1番から4番でご乗車ください。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので、足元にご注意ください。というわけで、阪神本線の普通列車がやってきました。阪神本線の普通列車といえばジェットカーです。ジェットシルバー新型車両ですねがやってきました。この部分には止まらないので前に行ってみたいと思います。と言ってる間に3番乗り場通過列車が来るようです。阪神難波線の快速急行でした。近鉄車両を使ってましたね。というわけでジェットカー発車です。ジェットカーの加速をお楽しみください。まあ、そんなにジェットカー的な、加速、分かるものでもなかったですね。また何かやってきました。阪神本線の梅田方面行きの列車です。また今度は通過列車が来るようです。本当にひっきりなしに通列車が通過していきます。今度は旧型のジェットカーがやってきました。梅田行きのジェットカーの普通列車ですね。実はこの旧型が加速度、減速度ともに日本一の車両です。新型は少しだけ減速度、加速度ともに下げています。この旧型列車はもう間もなく廃車になるということで、これからねまだたくさん走っているんですけれども、どんどんねなくなっていくので貴重になっていくんじゃないかなと思います。今度は4番乗り場に阪神難波線の天ヶ崎行きがやってきます。近鉄のシリーズ21を使った列車ですね。近鉄のシリーズ21、お尻がね痛くなるということで、覚えておくといいですね。まあ、最近ねちょっとリニューアルしてお尻が痛くならないというかちょっとね良くなったやつもいますけれども、はい、近鉄電車はホームギリギリまで、止まります。
と言っているとまた列車入線の、ね、メロディーかかりました。通過列車もいますね。3番乗り場に近鉄車両を使った阪神南部線の列車が入ってきました。ここだけ見ると近鉄電車の駅のようですね。でもまさしく入線メロディーは阪神電車の音です。と言ってると、まあ、今度は2番乗り場通過列車がいます。本当にね、たくさんたくさん列車が来ますね。どちらを取っていいかわかんないです。お、今度レアですね。山陽電車のね、新しくなった5700系かなですね、こちらリニューアルされた車両が通過してきました。確か1本しかいないですね、まだね。と言っていると近鉄電車が発車していきます。はい、いかがだったでしょうか。というわけで大物 YouTuber さんというか大物鉄道系 YouTuber さんになるにはっていうね、感じで言いましたけども、はい、大物駅ではなくて阪神の大物駅ですね、に来てみました。この駅、阪神南波線と本線が、連絡する駅というか、合流する駅なんで、すごい列車本数が多いんですよね。まあ、止まる列車本数は少ないですけどというと、まあ、他の本線の普通の止まる駅よりは多いかな。まあ、あの南波線があるからね。はい、というわけで、また来たね。はい、次々ね、通過列車、停車列車が来るっていうね、駅で。で、こっち側ね、車庫がね、目の前に、ちょっと、この辺は通らないかな。車庫があったり、します。今ね、普通列車また来ましたけども、ジェットカーが来たりとかね、いろんな列車が来てて、あと、あのホームが、本線側のホームがカーブしてるんで、撮影にもまあ向いてるということで、先ほどもあの撮影されてる方もいらっしゃいますし、はい、そんな感じの、ね、いい感じの線形の駅で、はい、なかなかね、見応えのある駅だったんじゃないかなと思います。はい、というわけで、大物の YouTuber さんになるにはね、この駅に、ね、行っとけばいいという感じの、もしかしてレアかもね、あれ。じゃあちょっと映しましょうか。レア列車かもしれない、車両かもしれないんで。ではなかったですね。はい、単純に5550かなと思ったら、単純な、5500系でした。まあでもリニューアルしてないやつは案外少なくなってきているので、まあレアになってきてるかなっていう感じの、ちょっと通過列車の音がうるさくて声聞こえてないかもしれないですけどね。はい、そんな感じで、レア列車もね来るかなと思った。まあね、先ほど言ったように、あれリニューアル、リノベーションかな、していってるんで、だんだんあの塗装の車両もなくなってるんで、まあまあこれからレアになるかなとは思うんですけど、もうレアなのかなあれも。はい、というわけでね、いろんな列車来ましたけれども、これからね、あの私は阪神南波線で南波方面に行くので、はい、あの旅動画とかでは今回撮らないんで、これで終わりですけれども、またね、見ていただければ嬉しいです。関西系の動画少ないですけどもね、あの最近撮ってないし、まあ、撮ってるのもあるんですけど、出す面もあるんですけど、というわけで、まあ、このね、動画が好評だったら、また関西系の動画もちょくちょくね、はい、ちょくちょく撮っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。よかったらね、まあ評価もねしていただけると嬉しいです。コメントとかもね書いていただけると嬉しいです。
それでは、この後、南部方面に、ね、行くところで終わりにしたいと思いますので、もうちょっと動画を続きますって今思ったんですけど、髪の毛がなんかおかしい、この辺がアホ毛みたいになってる。はい、というわけで多分まだ通過列車とかもあるので、もうちょっと撮ってから、はい、行きたいと思います。2番線通過、急行かな。はい、そんな感じで、一緒に見ましょうか。急行ですね多分。ね、というわけでこんな感じでどんどん通過していくんで、なかなかね喋りづらいというね感じでもあるんですけども、はい、そんな感じで阪神の大物駅ではなくて大物駅からお送りしました。また今度ジェットカー、ジェットシルバーがやってきました。本当にね、ジェットシルバー数が増えてきましたよね。とジェットシルバー撮影していると阪神難波線の列車がやってきました。停車駅ね、たくさん言ってましたけれども、要するに鶴橋までの各駅と、そして、河内小坂、そして東花園からの各駅ですね。というわけで、阪神難波線に乗って大阪難波へ向かっていきました。阪神本線が分かれていく様子がね、分かると思います。